こんにちは、ハマロです。ギター上達のヒント、今日からね、7月が始まったっていうことで、今年の後半ですね、始まったのでね、下半期が始まりましたねっていうことで、お話をしていきたいと思います。ちょっと雑談っぽいお話になりますけどもね、本当言うと特にね、別に下半期だからとかね、そういうきっかけがあるかどうかに関わらず、日々こうリフレッシュして取り組んでいくっていうのが一番いいとは思うんですけども、とはいえやっぱりこういうね、区切りが分かりやすい時っていうのはリフレッシュしやすいね、そういうきっかけにしやすいと思いますのでね、ですからこういうのをきっかけにして、例えば、ずっとこう気になっていることが何かあればそれに取り組んでみるとかね、なんかちょっと、ずっとサボりがちな練習があったらそれちょっとあの改めてやってみるとかね、あるいは、なんかずっとやりたかった曲があったら、ちょっとね、こういい機会だから取り組み始めてみようとかね、なんかそういう、ちょっとこう弾みというか、なんか新しいことをやるっていうのはね、常に意識しておくっていうことが大事だと思うんですね。で、というのもやっぱりね、ずっとやってるとね、特にこうキャリアが長くなってくればくるほど、やっぱある種の飽きっていうのは出てくると思います。これはもうね、いいとか悪いとかっていう話じゃなくて、もうそれは、自然なことですからね。どんなに大好物でも毎日食べてればずっと飽きてしまうわけですからね。やっぱ長く続ける、同じことをずっと続けるっていうことは、ある意味では、飽きとの戦いみたいな、ね、そういう側面もあると思うんですね。はい。で、飽きたらどうするかっていうと、要するにその内容を変えてしまう、新しいことをやるっていうね、これ一つの方法ですよね。で、すごく、端的に言うと目先を変えるというかね、ギターだったら曲を変えるとか、なんかそういう、目の前のものをね、一回変えてみるっていうね、これも一つの方法ではあるんですけど、ただ目先を変えるって言っても、あんまりね、それが行き過ぎて、飽きたらすぐ変えてしまうっていうのは、ちょっと、底が浅くなってしまいやすい。のでね。ですから、それも行き過ぎてはいけないんですね。ですから、例えば同じものであっても、ちょっと見る角度を変えてみる。ね。違う方向から見てみる。その、ものを変えるんじゃなくて、見方を変えるっていうことですね。そういうことを、考えるのも、また一方で必要だと思います。ね。とは言ってもですね。しかし見方を変えるって、それもやっぱり限界というか限度はあるのでね。ですから、やっぱり見方も変えつつ、だけどその取り組む内容とかその目先のものも変えつつ、ね。この両方からアプローチしていくっていうのが一番大事なんじゃないかなと思うんですね。で、結局だからそうなるとバランスの問題ということになるんですけども、ね。せっかくギターっていろんな要素、ギターとか音楽っていうのはいろんな要素があるのでね、技術的なものからアプローチすることもできるし、音楽的なものからアプローチすることができる。ね。あるいは、なんかその取り組んでいく上での、なんて言うんでしょうね、ちょっとこう精神的な部分っていうか、ね。そういうメンタルの部分からこう考えていくこともできるのでね。いろんな方向からこう考えていって、ね。見る角度、いろいろ変えていったり、ね。あるいは曲そのものを変える、練習の内容を変える、ね。あるいはもっと日常的なところで言うと弦を変えるとかですね。なんかそういうことでもいいと思うんですね。なんかとにかく、そういう変化を持たせるっていうことは常に考えることが大事ですね。曲の表現なんかでもそうですよね。結局同じようなことをずっと繰り返してたら、その曲として飽きますからね。要するにこう聞き手として、聞き手の立場から考えても同じことをずっと繰り返されたら、それは飽きるのは当然なんですね。だから、いわゆる名手と言われる人たちは、同じようなフレーズが出てきたときに、どう変化をつけるかっていうのを考えるわけです。ね。だから音楽っていうのはそういう意味では、その変化を、どんな風に変化をつけていくかっていうのが一つのテーマでもあるので、ね。ですから、そういう意味でもその変化を持たせる。練習の内容や取り組み方に変化を持たせるっていうこと自体が、とても音楽的なこととも言えるわけですね。はい。ですので、その変化を持たせる。どう変化を持たせるかは、それぞれだと思いますけどね。さっきも言った通り、曲を変えてみる。あるいは何か、変えるんじゃなくて、今やってる曲をやりつつ、なんか新しい曲を、ね、取り組み始めてみるとか、ね。あるいは、ちょっとサボりがちだった基本練習を復活させてみるとか、ね。あるいは何か新しい練習を付け加えてみる。ね。そういった、その目先を変える。でも OK ですね。あるいは同じ練習でももっと違う取り組み方ないかな、もっと違う捉え方ないかなっていうね、そういうこう見方の方を変えてみるね、そういうのも一つの方法ですね。ただいずれにしても、その変化を持たせる
ね、これはもう常にね、テーマになっていきますからね。まあ、ですからこういう下半期がスタートしたっていうね、ちょっとこう区切りの時にはその変化を持たせるっていうことも意識しつつ、ね、そしてリフレッシュして取り組むっていうこと。ね、まあ、変化を持たせるっていうのは結局リフレッシュさせるっていうことにつながりますからね。そのリフレッシュしていつもその新鮮な気持ちで取り組めるように、ね、そういった工夫をしていくようにしましょう。はい、ということで、本日は以上となります。最後までお聞きいただいてありがとうございました。